君が見る夢のかけら窓辺にかざして虹色のシャワー頭からかぶろうよ君の絞りたての声海原に落として甘い甘いミルクのような夢を見ようよ。そこで初めて私の話を大きな目で興味深そうに親身に聞いてくれるアメリカ人の教授に出会った。表現する意味がなかった自分の感覚を出すことが許される分野に出会い、これまでの生きづらさに意味が与えられたように感じた。人の匂いをかき分け遠い森へ吸い込まれる脆い糸だけを頼りに日の海を渡ろうよ。誰かが入って大事件が起きた。私はこれからの生活が不安でしょうがなかった。私たちは4年間夢を見ていた。この4年間の苦労が意味を持ち、未来につながる何かが待っているかのような。自転車の鍵を外しペダルを漕いだ。初夏の新緑が美しかった。それが自分の足を使った最後の記憶になった。